それがこちら、カヤジャム。シンガポール名物カヤトーストを自宅で楽しめるジャムです。前から探していたのですけど、カルディで偶然見つけました。ジャムやスプレッドの置き場ではなく、ココナッツオイル類のところにありました。そりゃ見つからないはずですね。トーストにたっぷり塗っていただきます。それではいただきます。あー、懐かしの味。ごちそうさまでした。一度お試しあれ。終了画面から動画集に行こう。その前にチャンネル登録してね。高評価もお願いします。